って。私もまだまだだって。まだない。まだないです。皆さんこんにちは。料理家再現レシピ研究家の稲垣飛鳥です。今日ご紹介するレシピなんですけど、なんと今日はゲストが来てくださっています。どうぞ。こんにちは。もう本当びっくりですよね。今日は皆さんこんにちは、小倉優子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんとゆうこりんが来てくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますと言ってもね、ゆうこさんのお家にお邪魔してるんですけどちょうど7月ですかね、サタデープラスのロケでパンのね、アレンジの会でゆうこさんがゲストでいらっしゃってて、その時にご一緒したのがきっかけで、今日が実現しました。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はゆうこさんと一緒に、ゆうこさんがチョコレートお好きやっていうのを、ちょっと情報入手して、簡単に材料3つでできるチョコレートムースを作っていきます。すごい3つ。そうなんですね。そうなんですよ、お砂糖とかもなくも、そうなんです、この3つで。そうなんです。なのでお砂糖入ってないんで、チョコレートは甘めのミルクチョコレートを準備しているので、ここはもうお好みで、もっと甘さ控えめの方がいいっていう方はビターを選んでいただいたり、甘いのがもっといいっていう方はお砂糖を増やしていただいてもいいですし、材料はこっちの3つになります。少ないの嬉しいです。はい、ですよね、これ私のお母さんが私が子供の時に作ってくれてたレシピなんですよ。すごい。そうなんです。それがずっと受け継がれて、もう30年以上作ってるレシピです。はい、はい、じゃあ材料紹介します、ね。はい、お願いします。生クリーム1パック、で卵パック2個、でチョコレートが 150g です。はい、覚えやすい。はい、じゃあこれをね、まずね、チョコレートを湯煎にかけていきます。はい、じゃあこれを湯煎に湯煎で、今ね弱火で、80度ぐらいですかね、湯煎だと。でも面倒くさがりですか。めんどくさいです。ちょっとほっときましょうか。あ、わかりました。全然ね、このまんまね、置いとって勝手になってくれるんですよ。はい、じゃあこの沸騰してない80度ぐらいですかね、今の状態で弱火で置いときます。はい、じゃあ泡立てを、この2つは泡立てます。じゃあまず生クリームから泡立てていきましょう。はい、結構これはね、しっかり角が立つまで泡立てます。はい、角が立つまで。はい、泡立てる大きい機械じゃないですか。あ、あります。なんか買ったんですよ。一時期ホームページにハマってて、一瞬で泡立ちます。ですよね、もう大丈夫ですね。行き過ぎました。大丈夫です。はい、これで、ここにお手伝いを入れて、お花って言ったら大丈夫ですね。よいしょ、いい感じだ。じゃあ続いて卵白をしっかり色が立つまで泡立てます。卵白も、はい、こう斜めにしますよね。やり方良くないですか。なんか私待ってた生活で、もうなるべく早くみたいな感じですね。全部やられてたら大きいです。そりゃ大変ですね。お顔で出来出しして、よし、はい、これで大丈夫です。 OK、 はい、そしたらチョコレートももういい感じで溶けてますね。いいですね。お子さんとお菓子作りとかしますか。前はしてたんですけど、今ちょうど1歳で3番目が、なんかね、何でも今やりたいんだろう、一緒にまだできないけど入りたいっていう感じで、だからいろいろできなくなっちゃいましたね。逆にそう、スゴロクとかオセロも3番目が寝た瞬間にやるよって言って、全部なんかくちゃくちゃくちゃってそうですよね。はい、これをね、生クリームにこのチョコレートを混ぜていきます、
全部入れちゃいますか。入れちゃって大丈夫です。よいしょ。手際がめっちゃいいですよね。あのパンの時もすごい手際が良かったですよね。あのでもやっぱり早くなりません？どんどん料理時間早くなります。あのね、そうテレビだと結構こう丁寧にやらなあかんかったりで、家だともすごい適当で。そうなんです。なんかフライパンとか温めずに入れちゃいます。なんでも、うんうんうん、分かります分かります。よいしょ。でこれを混ぜます。はい。これはもうガーって混ぜちゃう。割とさっくりな感じで。さっくりな感じ、はい、あいい感じです。ちょっともうねまだらぐらいでも全然いいんですよ。です。ちょっとなんか混ざってないぐらいが好きってうちの子供には言われるんです。うん、あもうこれだけで美味しい。ゼラチンとかも全然いらないんで、これはちょっと滑り落とす卵白をここに最後、ちょっと滑り落ちてほしいんですけどね。チョコレートつけると洗い物がちょっと大変になるじゃないですか。いつも私滑り落としてるんです。はい、これはね、うん、泡を壊さないように、壊さないようにさっくり混ぜる、切るようにですかね。うんうん、よいしょ。どうですか、難しくないですよね。うん、簡単ですよね。うん、これあれですね、本当泡をせっかくのメレンゲを潰さないようにやるぐらいですかね。うんうんうん、そうですね。あ、いい感じです。はい、カップに入れていきましょう。私実家香川県なんですよ。あー、うどんですね。はい、行ったことありますか。香川にあります。なんかね、お友達の実家が香川にあって、うん、あ、そうなんや。行きました。空港、うんうん、うどん屋さんを連れてってもらったり、うんうん、どこ行ったんやろ。あとね、チェーン店の鶏肉屋さん、うん、一角一角行きました。うんうん、それで、うん、船に乗って、うん、釣りに行きましたね。へー、泊まれたことあったか。一角行って、あとうどん屋さんも、うんうん、どこやろ。美味しかった。あのなんか特徴あるうどん屋でした。何が美味しいとか。なんか東京で食べるうどんと違って太くて、うんうん、なんて言うんだろう、全然違いました。うーん、 OK です、ね、はい、大丈夫です。お、あっという間。はい、これを蓋をして冷やします。はい、これだけです。すごい、これだけですね。これだけです。うちの息子がこれ好きすぎて、うん、一人で全部食べるんですよ。すごい。で、めっちゃでっかいトールサイズのカップに1個作ってほしいって言うんですよ。へえ。で、それをこう大きいスプーンでガブガブ食べるのが、うーん、幸せらしく。これ冷やす。そうです。はい、冷やします。じゃあ冷やします。どれくらい冷やします？ね、まあ2時間冷やせれれば十分なんですけど、うん、1時間ちょっとでも大丈夫です。はい、冷やします。できました。すごい、でき、美味しそう。見えるかな。美味しいですよ、これが。ね、じゃんじゃんじゃん、うんうんうん、美味しそう。で、ゆっくりこれをお友達とかにあげるときにシールとかをこうカップに貼ると可愛いんですよね。で、これで今日も全部セリアで100均のシール買ってきました。すごい、可愛い。可愛いでしょ。で、これでお子さんやったら自分が好きなやつ貼って自分のカップって分かる印にしてもいいなと思って。喜ぶ。うんうん。じゃあ今日はここまで貼りますか。うん、そうですね。すごい素敵、うんうん、なんか本格的に。そうなんです、気になりますね。ちょっとね、あのお店っぽくなっちゃう。うん、百均行きます。百均行きますね。セリアいいですよね。セリアね、ちょっとおしゃれでね。ゆうちゃんが来た。よし、センキューって。どこに貼ったらいいです。なんかこことかが可愛いかな。そっか、うんうん、これだけで。そうなんです。お店っぽい、うん、全然違う。そうなんです。これ全部センキュー買っちゃいます。ありますか。うん、何でも。あ、それでも、じゃあせっかくなら2個折ってみましょう。うん、はい、私も癒しの場所が100均です。うん、休みの日に100均行ったりドンキホーテ行ったりするのが大好き。節約さん。節約大好きなんです。私最近よく読んでるんですよ、そういう本を。節約の本ですか。ミニマリストの方で、なんか、うんうん、40歳で4000万貯めたとか、なんか、うんうんうん、そういう、この前読んだのは全部半分2分の1にしようみたいな。持つものですか。持つものも、うんうん、まあ、いろんなことを、うんうん、食べるものもとかでも、うん、なんかそしたらいろんなものが、なんて言うんだろうな、身軽になった方がっていう。それってなんかミニマリスト、そのものを少なくするのは節約にも通ずるし、うんうん、まあね、環境問題とかにもいいしとか、うんうんうん、
最近そういうよく本を読んでるんですけど、はい、ね、あすかさん節約家、もう節約大好きです、何でも聞いてください、うん、何でも聞いてください聞きます教えてもらおう嬉しい、そう節約と時短が大好きですね、でもゆうこりんはもう時短は十分できてますよね、時短はね、そうね、すごい今日も料理しててどん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 片付けるじゃないですか、ね、料理だけは早いです、うんうんうん、そうそう、ながらが結構私もながら何々しながら何々するみたいなのがすごい好きでやってますね、どうしたらもっと節約できるんだろう、今度教えてもらおう、忙しいですもんね、なかなか忙しい中でね、うんうん、ね、あの時短と節約を兼ね備えて、うん、買い物してきて私なんかリュック背負ったまんま料理してる時あります、うん本当ですか、それママ友に話したら分かるって言って結構みんなやってるんですよって、うん、私もまだまだだまだないまだないです、でもその代わりお子さんを抱っこ、あのおんぶしたままとかね、うん、ありますよね、はい、というわけで、ね、節約好きなあら素敵、そうちゃんと前に見えて、うん、素敵、はい、ゆうこさんできました、はい、やったー、すごーい、ね、ちょっとあのカップに入れるといい感じですよ ね、シールがいい感じになった、うんうんうん、じゃあぜひぜひ、はい、食べてください、いただきます、いただきます、3つの材料で、はい、うん、どうですか、大丈夫かな、美味しい、本当ですか、本当に美味しい、売ってたら、うん、すぐ買っちゃう、本当ですか、そうこれね簡単でね、うん、あの結構つぶつぶのあるクランチとかが入ってるチョコレートで作っても美味しいんですよ、うんうんうん、なんでこんなに美味しいの、なんかというわけで今日は本当に豪華なゲストゆうこりんに来ていただいて、こちらがありがとうございます、とんでもないです、あのチョコレートムースをご紹介したんですけど、皆さんきっとチョコレートムースよりもゆうこりんのことがめっちゃ気になったと思います、いやいやいや、ね、いろんな話できて本当、はい、楽しかったです、うん、なんでぜひねゆうこりんこれ作ってくださいね、作ります、はい、簡単、そう我が家だ代々続く30年続くもう覚えましたよ、うん、ね、生クリーム2001パック、うんうん、卵白に牛と板チョコが甘いの150、そうです完璧です、はい、すぐ作れます、はい、というわけで今日はゆうこりんと一緒に材料3つのチョコレートムースを作りました、この動画が良かったよっていう方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございます。